あ、これタイマーが動いた、はい、やばい、はい、ありがとうございます。もうそろそろ落ちていいか、はい、落ちました落ちました。500円玉ぐらいの範囲で少しお湯を増やしていく、増やしていく、いきました。持ってるその粉の量から出る成分が決まってるからですね、うん、はい、高温すぎると雑味が出やすいとか言うんだけど、いいコーヒーだったら高温でも何の問題もない。そこの部分をこう初心者に理解させるのって結構大変じゃないですか。でもそれをやんないとダメ。